ぐ近くにアパートを借りて住んでいるから、鍋ごと作ったクリームシチューをこの家へ持ってきた。インカの目覚め。その種類のジャガイモを皮を剥いてカットする。食用油でまず素揚げするの。インカの目覚めは煮込まない。素揚げしてからシチューの中へ投入する。それが私のクリームシチューを作る時のレシピ。息子の大好物で、昨日ジョービンが食べたいって言ってたから。ペーストラッキング。